こんにちは、谷口です。今回は引用5行セラピー、それを実際どうやって活用していくのかっていうことを毎週1回のこのフォローメールでお伝えしていきたいと思いますが、一番大切なのはまずはこの図です。これをしっかり見ていただきたいんですが、これは木火土金水の中にそれぞれ高乙平丁母季子新人期、そしてまた肝心肥肺腎胆小腸胃大腸膀胱と、まあ、いうふうに分けて書いてありますが、まあ、これがまず臓腑で書いているのが、これは東洋医学のことですよね。で高乙平丁母季子新人期、木の絵木のと火の絵火のと土の絵土のと蚊の絵蚊のと水の絵水のとと、まあ、これがリアルネイチャー、実感ですね。この関係性をしっかりと覚えていただきたいということです。そしてあなたがどこに入るのか、あなたの大切な人、周りの人がどこ、リアルネイチャーどこに入っているのかっていうのはリアルネイチャーチェッカーでチェックしていただけます。リアルネイチャーのリアルネイチャーチェッカーの使い方はリアルネイチャーチェッカーの動画というものもお送りしていますので、まあ、それでぜひ確認していただいて、どんどんとまずあなたを調べていただいて、そしてあなたの周りご家族を調べてください。そして自分はどういうポジションにあるのかなと、そして、なぜ親父とはうまくいかないのかなと、でもなぜ妹とはうまくいくのかなとか、父と母親父とおふくろはなぜこんな仲がいいのかなとか、まあ、そういうものをこう考えていっていただきたいんですが、この時にポイントになってくるのが、それぞれ高乙平丁母季子新人期のその性質ですね、まあ、リアルネイチャーをまあしっかりと知ると、まあ、性質じゃないですね、本質と言いますね。私たちはリアルネイチャー実感のことを本質と呼んでいますが、それを知るということです。そしてそれに対して自分でやっぱり実践しながら、あ、この人はやっぱこういうタイプなんだなっていうのをこう見ていただきたいわけですね。今日はその考え方のポイントになるお話をしていきたいと思いますが、まず最初の一番上は肝、失礼、木ですね。一番最初は木ですが、この木というのは木ですよね。木というのはどういう性質なのかということです。こうぐんぐんとこう上に伸びていくものですね。それが木になるわけですね。木の人はそういう上にぐんぐん伸びていく性格を持っている、性質を持っている、本質を持っていると、まあ、いうことになります。そこからどんどんと大きく考えていっていただきたいんですね。そして次は火。火は火ですから、火というのはこう燃え尽くしてしまうわけですね。でどんどんそれがこう広がっていくわけですね、火というのは。でも火というのは反対の水をかけられるとシューンとなってしまうわけですね。一瞬にしてこうなくなってしまうということです。でそして次は土。土というのは何かというと、こう物を耕して育てていくということです。そしてその水が必要ですよね。水をやって育っていくということありますし、反対に土がないと何も新しいものを生み出すことができないと、まあ、母なる大地とか言いますけども、とても重要なものになる。で次は金。金というのは地中深く眠っていて探さないとダメですね。で探して、そして磨き上げてダイヤになる。そしてまたそれをこう斧にしたり刀にしたりノコギリにしたりすることができる。それを持って木を切ることができる。そしてそれは鋭いけどもすごく冷たいですね。切れ味は鋭いけどもとても冷たいと、まあ、いうことになります。そして水。水はいろんなものに形を変えることができる。そして水がないとまた生活できないですね。死んでしまいますね、私たちは。で水というのは氷にもなるし雪にもなるし水蒸気にもなるしですね、川になり湖になり海に流れていくと、こういろんなものにこう変化していくわけです。で一気に全てのものをガーンとこう飲み込んでですね、そしてまたブワーンといなくなる。全てを一撃に変えてしまって、そしてまた戻って全てなくなってしまう。自分もその場から消えてなくなるということがあるわけですね。このように木火土金水で、まあ、それぞれの性質というのがある。そしてこれに対して今度は陰と陽というのがあるわけですね。陰陽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 
だから木にもいいよ、火にもいいよ、土にもいいよ、金にもいいよ、水にもいいよ、それぞれ分かれてるわけですね。じゃあ陰と陽ってどういうことかなっていうことなんですけども、まあ陰というのはこの地球、世界、この宇宙でいうと月のことですね。月のことが、陰、太陽が陽。じゃあ月と太陽ってどういう違いがあるかというと、太陽はすごいパワーですよね。で、あまたあまたをこう照らしていくっていう形でも、こう見たら目が焼けてしまいますよね。で、陰、太陽というのは、まあ、見上げても大丈夫ですね。そしてスポットライトのようにこう照らしてくれると。そしてまた満ち欠けがあるんですよね。陰というのはわーっとこう力が充満している時とシューンってなくなっていると。そしてまたなくなっているところが強くなっていって、また弱くなっていく、こういってこういってこういってこういうような動きを絶えずしているのが陰であるということです。まあ、非常に抽象的なんですけども、こういうことを考えながら陰陽五行セラピーを使っていく、リアルネイチャーを見て、そしてその人の本質を見る。そしてこの図を見ていただくと分かると思うんですけども、木は火、火は土、土は金、金は水、水は木へとなってますね。そして今度これがまあ五角形ですが、間に今度は星印が入るような形でなってますね。こういうふうに力関係があると、まあ、この力関係も非常に重要になってきますので、こういうところからしっかりとお勉強していただきたいなと思います。そしてまずはやはり実践ですね。実践をやっていただいて、どういう関係になっているのかなとかいうところを見ていただくといいと思います。そしてこれからどんどんとそういう事例もご覧になっていただきますので、まあ、それを見ながら、なるほどなというところをチェックして、自分で確認して、そしてご自身でもこう見てください。そして見て、あ、こうやって見ましたというのがあればですね、どんどん私の方に送っていただきたいと思います。そして何かわからないことがあれば、またメールや LINE でご連絡いただければ、そういう各毎回の疑問をですね、解消しながら進んでいただくということが大事です。まあ、先ほども言いましたけれども、この木火土金水、そしてまた陰陽分かれて、こう乙丙丁戊己庚辛壬癸、それぞれのリアルネイチャー本質をまずはご自身でこう想像して考えていくということをやってみてください。人間はやはりこう一つでは決まらないですね。いろんなパターンがありますから、木の人でも当然火の要素を持っていたり金の要素を持っていたりするんですが、あなたの周りの人を見ながらやっていくと、あ、こういうことなのかと、谷口が言っているのはこういうことなのかなっていうのが分かってくると思います。まあ、実際私も基本的な考え方を最初にこう学んだというか見つけたというか、この木火土金水の考え方ですね。そして約14年かけて、まあ、いろんな方を見たり、自分の家族を見たり、友達を見たりですね、政治家とか有名人とかを見たりして、ああなるほどなと、まあ、いうことがどんどん出てきたわけですね。まあ、政治家とか、有名人とかっていうのは本当に表面のことしかわからないんで、本当のところはわかりませんが、見てるその我々が得る情報をもとに陰陽五行セラピーでチェックしていくだけでも、ああなるほどなと、まあ、いうところがあるわけですね。まあ、そういうことをコツ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 積み重ねてきました。これはお話ししたと思いますが、リアルネイチャー、実感というのは、甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸と、まあ、ただ単に数字だけと言われてるんですね。まあ、何もそこに大きな意味はないと、言われています。確かにその通りだと思います。それは中国の古典にも書かれていますし、実感とはこういうものであるということが書かれているんですが、まあ、でもそれがじゃあなぜ生年月日につながってんのかなとか思うんですよ。そして実際自分がずっと見ていって、この木火土金水に当てはめてやっていくと、なるほどなと思うところがたくさんあるということだから、私はそこは自信を持っていると思います。これは必ず何かある。そしてこれをもとに人間関係を作っていけば非常にうまくいくということも分かってきたわけですね。なのでそれをあなたにもまずは体感していただく必要があります。ご自身で周りの方の生年月日を調べて、リアルネイチャーチェッカーで見て、そしてこれをやって木火土金水のイメージを作って、そして自分なりに解釈してみてください。もしあなたが苦手な方には、あ、そうか、あの人は私の母だからちょっと私苦手なんだなと、じゃあどういうふうにやったらこの人うまくいくのかなっていうことをあなた自身が実践して
そしてそれでうまくいけばそれは一つの自信になるわけですね。で一つの事例になる。そしてそれをもとにまた同じようなパターンの方に対してそのやり方なり接し方なり母の方に対しての接し方とか子に対しての接し方とかを教えてあげて、実際それがうまくいったというとまたこれであなたの実績が1、2、3、4、5とこうやって増えていくわけですね。そうすることによって自分自身が自信を持ってお話しできるというところまで持っていっていただきたいと思います。だからちょっと時間がかかると思うんですね。でも反対にその1日10人ぐらいこうやってですね紐解いていけばですねかなり早く実力がついてくると思いますので、ぜひ頑張ってみてください。また何か質問等ありましたらメールや LINE からご連絡ください。今回はここまでです。最後までご覧いただきましてありがとうございました。それではまた。